スペイン陸軍の紋章スペイン陸軍は、スペインの陸軍である。スペイン陸軍は15世紀のレコンキスタの終結後、アラゴン王フェルナンド2世とカスティーリャ城をイサベル1世の支配以来、連続的に存在する。スペイン3軍の中で最も古く、最も規模が大きい。その任務は、スペイン本土、バレアレス諸島、カナリア諸島、メリリア、セウタの防衛。 ナトー加盟国としての義務の遂行、災害派遣や民生活動等による国民保護、国際平和活動への参加である。欧州の主要国の中でスペインは二度の世界大戦に唯一参加しなかった。そのうち第一次世界大戦については外交上の利害関係や折からの工業力不足による軍の弱体化を危惧してのことであった。 大規模な戦争に不参加であったことは、スペイン陸軍の作戦研究に深刻な打撃を与えた。その象徴とも言うべき事件が、第三次リーフ戦争である。同戦争は、北アフリカに居住するリーフ族の居住区に、2万5千名のスペイン軍が侵攻を開始したことに橋を発している。米西戦争などで、海外領土を失い続けていたスペイン王アルフォンソ13世は、 自国の威信を保つためにもモロッコ地方の統治を強化しており、その一環として野放しになっていた勝部族の支配に乗り出したのである。リーフ族長、アブドアルクリムはスペイン軍に警告を下すが、わずかに3000名しか動員できなかったリーフ族を過小評価したスペイン軍はアメクラン川を溶かし、シュトアンワールへと進軍する。だが、砂漠の奥地に進軍したスペイン軍は、 アブドアルクリム自ら率いる数百名の兵団に後方の拠点を次々と奪還され補給不足に陥ってしまう。スペイン軍は首都攻略を後回しにして二度にわたる大規模な突破部隊を差し向けるもリーフ族が築いた残壕の前に損害だけを出して撃退された。第一次世界大戦に無関心だったスペインは残壕の価値を半ば理解していなかったのである。 この時点で1万人近いスペイン兵が失われていたが、リーフ兵はわずかに30名の戦死者しか出していなかった。補給を失ったスペイン軍1万5000名は、アンワールを諦めて退却を開始するが、道中でリーフ軍の攻撃を受けたことから退却は敗走へと変わり、やがて退後を乱しての回走となった。この戦いで無事に本国へ逃げ帰れたスペイン兵士は、わずかに、 半数程度で1万2000名の戦士、戦勝者と数百名の捕虜を出し、指揮官のシルベストレ将軍も退却中に行方不明となった。対するリーフ軍の死者は100人足らずであったという。このアンワールの戦いでの敗因は、スペイン軍の装備が工業力の不足により陳腐化していたことに加え、給与の問題などから兵士たちの指揮や連動が著しく悪化していたことが挙げられる。 また、陸軍が現代的な戦争に対して全く無知であったことも致命傷となった。予想以上の圧勝を前に勢いづいた3000名のリーフ軍は逆に進行を開始、スペイン領モロッコの東部を占領して、スペイン軍の総司令部のあるメリラシへと迫る。瀬戸際に追い詰められたスペイン軍は、敗山兵の再編や本国からの増援の派遣は、もちろん、 外人部隊や民兵部隊までもをかき集めて抵抗した。空軍の大規模な支援も始まり、数万人のスペイン軍はかろうじてリーフ軍のメリリア攻略を防いだ。だが進軍を止めるので、精一杯のスペイン軍に奪われた領土を取り戻す気力は残されていなかった。スペイン国内では和平派と交戦派が内乱寸前まで対立し、最終的には平派のプリモデリベラ将軍が、 軍事政権を敷いて混乱収集に乗り出し独立を宣言していたリーフ共和国と講和を進め始める。しかし途中で強硬派に転じたデリベラは地中海の不安定化を嫌った隣国フランスの支援を受けて反撃を開始する。スペイン軍も信頼性の低いスペイン人兵士に代わり外人部隊やベルベル人傭兵を軍の主力に据えリーフ兵と互角に戦い得る連動を得ようと 心を見ていた。さらに、フランス軍の支援で戦車の投入も開始するなどの努力もあり、一時的にリーフ軍の撃退に成功した。しかし一方のリーフ共和国も、他のベルベル人部族を統合して、軍備を強化しており、また、モロッコ西部の諸部族もスペインに反旗を翻して、リーフ側についたことで、その戦力は7万名にまで膨れ上がっていた。リーフ軍の攻勢が始まると、 スペイン軍は再び敗北を重ね、シャウエンの戦いで大敗を喫して1万2000名の被害を出して敗走した。スペイン軍にとって退却を行うことすら迫りくるリーフ軍の前には、何時で40台の輸送トラックの車列が、副兵によって一気に破壊されるケースもあった。それでもスペイン軍は3万名の残存に成功し、この功績から指揮官であったフランシスコ・フランコが、 少佐に昇進している。スペイン軍の不甲斐ない戦いに、自国の北、アフリカ領まで戦火が飛び火するのではないかと危惧した。フランス政府は、自軍の直接介入を決断する。とはいえ当初は一部部隊を越境させただけで、自国領内との国境地帯を占拠するのみと、全面的な軍事介入は控えていた。しかし、リーフ軍が補給をめぐっての戦いで、若干の被害を、 フランス軍に与えたことで、これが逆に、フランス軍の本格的な参戦を招く結果となる。フランスは、普通領モロッコの中流軍全体6万名に加え、ライン側に展開する、本国軍から10万人を抽出した16万の大軍を持って、新軍を開始、総指揮下には、第一次世界大戦の英雄フィリップ・ペタン元帥が就任した。名称ペタン率いるフランス軍は、 リーフ軍を圧倒し、これに高応したスペイン軍も、毒ガスを使用しての大攻勢で、リーフ軍を破りアンワールを占領する。1925年、ようやく戦争は終結した。この戦争で20万を超える戦力を投入し、4万名を超える戦死者を出したスペイン陸軍は威信を大きく失った。軍備は大幅に削減され、軍部が不満を抱き、国内政治は混乱して、 革新勢力が台頭し始めてゆく。この混乱は最終的に人民戦線政府の成立と軍部の反乱という最悪の事態に結びついてしまう。スペイン内戦の勃発は第三次リーフ戦争の終結から4年後のことであった。陸軍の人員は17万人の徴収兵も含めて1987年までに24万人までとなった。さらに政府は 1991年までに19万5千人以下に削減することが求められた。スペイン本土以外には19万9千人が駐留しており、セウタとメリリアに駐屯した。これらは、スペイン外人部隊と他の専門部隊に加えて、北、アフリカ人正規連隊4個を含む。さらに1万人は、カナリア諸島に、5800人は、バレアレス諸島の防衛に割り当てられた。 スペイン外人部隊が陸軍参謀総長の直接の指揮下にあり、スペイン陸軍の中でも精鋭で知られた存在であった。しかし、1987年までに連続して再編成された結果、外人部隊は総員6500の人にまで縮小された。ただし、隊員はすべて志願兵からなり、かつ他部隊よりも職業軍人の人数を多めにするよう配慮された。 非スペイン系の隊員の補充は1986年に一旦終了し、すでに勤務していた外国籍の隊員はそのまま残留となる。スペイン外人部隊は4個のテルシオを機関単位とし、その部隊規模は連隊と旅団の中間にあたる単位である。テルシオの長は大佐が指定された。第1テルシオと第2テルシオはメリラトセウタ中トン軍の主力を構成した。 各隊は自動車課大隊が削減された後次のような編成となった。1個自動車課大隊1個機械課大隊対戦車中隊及び本部中隊からなる。第3テルシオは2個機械化不評大隊と本部中隊からなる。第4テルシオはマラガの近郊に駐屯しており、外人部隊本部で全般支援から戦闘部隊まで多様な部隊からなる。国防省は、 完全に手段兵からなる緊急配備部隊の創設を計画した。この部隊は命令下達後、12時間で世界の紛争地帯に投入できる。しかし、海空軍は十分な数の輸送機と輸送艦船を保有していないため、その能力が制限される原因となっている。1980年代中頃から実施された新規調達計画にもかかわらず、 依然として武器と機材の供給は足りていなかった。何より当時のスペイン陸軍は他のナト o 諸国軍の標準的装備を満足に保有せず新旧兵器の混合状態であった。戦車の総数は700両のアメリカ製戦車及び AMX-30 が300両を保有していた。陸軍は1990年代中頃には 第三世代主力戦車を採用することが重要であることを痛感していたが、数度にわたる検討の末、AMX-30 の近代化計画が延期とされ、レオパルト2が採用されることとなった。この年に、スペイン陸軍は4万5千人の削減を含む再編成を実施した。一個機候師団、一個機械化師団、他に五個旅団不評連隊、砲兵隊な、 様々な編成となるが改編の対象となった。他は以下の通り、バレアレス諸島、カナリアス諸島、セウタとメリリア、当時の装備1982年から1988年にかけて議論されたメタ計画が断行されることとなった。隊員は27万9千人から23万人まで削減され、地方軍は9個から6個に、 旅団は24個から15個まで削減が決められ、ファイト、DOT が新編された。五個師団は、上記の旅団のうちの11個を有した。3個独立部隊は、以下の通り、ハラッ落下ン旅団、空中機動旅団、カスティディホスキ兵旅団、カナリア諸島とバレアレス諸島に9000人、セウタとメリリアに7000人、6個軍と3個中隊、特殊部隊、 標準の地区構造は以下の通り。師団は12000から17000人からなり、師団司令部付け大隊、1個軽装甲騎兵連隊、2個また3個、旅団、2個軍砲兵連隊、1個偵察隊と支援部隊からなる。旅団は3000から5000人からなり、3個または4個、不評大隊、1個砲兵軍と支援部隊で構成される。当時は、 戦車850両を保有していた。各国の第三世代戦車対抗策としてそのうちの150両に増加装甲が付加され、新型火器統制システム以上の点を改善した a m x 3 0 e 2に改良される計画であった。総経費は300億ペセタの見積もりであった。レオパルト1と同じ ZFLSG-3000 自動変速装置にかかる 請求の80%以上は問題のある国産イスパの水沢派 -110 エンジンと機械式変速装置の置き換えについての費用であった。M47E1 と E2 はオリジナルのガソリンエンジンを外しディーゼルエンジンに置き換えられた。M47E2 と M48A5E1 は 105mm 砲を装備、他に夜間暗視装置も搭載されたが、 旧式化は否めず、これらの戦車を更新することとなった。リシも、米軍の近代化のための用途廃止となった M60A1 が272両、M60A3 が260両を輸入できた。段階的に更新して、最終的に用途廃止となった M47 と M48 は、パキスタンとボリビアに輸出された。十三個騎兵連隊、四十個不評連隊、 7個、軽装甲部隊、4個気候連隊、1個学校ほか、スペイン外人部隊は、外人部隊司令部と4個出る使を、隊員7000人からなっていた。2001年に、義務徴兵制度から、志願制度に移行した。参謀総長命令第59号に従う、再編成の結果、2005年4月4日に2個の、戦闘隊員に分離された。 2007年現在約9万5千0百人、予備役約26万5千人が所属。一方外人部隊では外国籍隊員の採用を再開した。スペイン陸軍は2006年から2009年前半期に大規模な改変を実施したが、2017年1月1日に軽戦力集団をカスティオス機械化師団に、重戦力集団をサンマルシャル機構師団に、 それぞれ改変している。スペイン陸軍の将兵は大きく4つの兵団に区分され、その内部に各兵貨が置かれている。以下は国軍共通の兵貨。以下は陸軍の特定部隊と機関。以下は2007時点における内容。レオパルトに e c 9 0を構える兵士ティーガー。戦闘ヘリコプター G36 を装備したスペイン軍、兵士。ありがとうございます。